今回やっていくのは、2023夏アニメ、海外評価の高アニメ、ベスト10ということでね、今季アニメも一通り出揃いましたが、まあ、一体ね、どんな作品が人気あるんでしょうかまあ、前評判の段階だと、呪術廻戦2期や無職転送の第2期、ここら辺がかなり注目を集めていたところなんですけれども、まあ、実際、あの、放送が始まってみてですね、やっぱり呪術廻戦2期はかなり抜きんでて、あの、話題になってるなという印象が強いところでございます。じゃあ、一方ですね、海外の方の今季初動評価、一体どんな感じになっているのか。まあ、今回、海外のいろんなね、アニメランキング 参照させていただきましてま一、あ、つのランキングだとね、結構偏りが出てしまうのでいくつかのランキングやスコアなどを合算という形でえベスト10をつけてきましたのでこれから見ていきたいと思います第10位ルローニケンシン 第9位、文豪ストレイドックス第5期。第8位、好きな子が眼鏡を忘れた。ルローニケンシンのリメイクは原作人気もあってね、かなりね、放送前から期待されていた方多いと思うんですけれども、まあ、実際放送始まってみて、現状の印象でいくと、結構無難に全体的にまとめて、テンポはよく進んでいるなっていう印象があります。で、目玉である剣戟アクションっていう部分でいきますと、まあ、そこまで強く、まあ、出てるかなと言われたらなかなか難しいところがあるのかなと思いました。うん。やはりリメイク作品ということで、まあ、旧アニメと比較されてしまう部分はあると思うんですけれども、まあ、そういう部分を乗り越えてね、 ま、このリメイク、ルローニケンシンっていうのがね、まあ、今後ね、完結までやるとしたらかなり長いスパンでやっていく作品になると思いますので、まあ、今後どうなっていくのかかなりね、期待していきたいところなのかなっていうのが現状でございます。まあ、好きな子がメガネを忘れたは、やはりラブコメ作品ということで、海外人気がかなり高いところではあるんですけれども、やはり特筆すべきは、その、映像面に関する、え、独特な仕様ですよね。やはりここら辺は、制作会社ゴーハンズのかなり癖が出ておりまして、結構好み明かれるところかなと思うんですけれどもね、まあ、それも含めてね、このスキメガという作品の独特な空気感、距離 感っていうのがですねかなり面白く描かれているっていうのは確かでございますのでかなり評価高くなっているのかなと思いました第7位アンデッドガール・マーダー・ファルス第6位コリミア・ピース第5位私の幸せな結婚 アンデッドガールマーダーファルスは見ている人の母数自体は少ないんですけれども、実際見た人の評価っていうのはかなり高くなっております。何が面白いかってミステリー作品なんですけれども、そのミステリー作品特有のカイアパートの多さっていうのがですね、逆にすごく面白くて、会話が超絶面白いんですよね。この、リンドアヤとシンウチツガルっていうね、この首だけの探偵と、半分ね、人間で半分化け物の青年が織りなす、すごいウェットに富んだユーモラスな会話っていうのが超面白くてね、ずっと聞いていられるんですよね。私の幸せな結婚は今季の中でも最上位に食い込むぐらいの ですね。かなり高い人気を誇っておりまして、まあ、それは国内外問わずっていう感じでね。本当海外のですね。やっぱりネットフリックスとかいろんなね。配信サイトのすごい上位にどこの国でもですね。結構入ってるんですよね。私の幸せな結婚第4位ブリーチ千年決戦編決別譚第3位無職転生第2期第2位。 ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のこと。無色転生は国内外問わずね、高い評価を得ているアニメなんですけれどもね、マ、まあ、スタートから第2件かなり高い評価を得ております。まあ、このルーデウスのなかなか一筋縄じゃいかない性格も相まってですね、すごい陰鬱とした空気とですね、えー、この、その中にも希望をどうにか見出していくっていうですね、挫折と再生っていうのは描かれていくわけなんですけれども、まあ、現状本当にですね、あ,あ、無色転生帰ってきたなっていう感じがね、伝わってくるですね、ほんといい絵作りしてる作品だなっていうところでございます。えーゾン100 2がですねまあ、現状今期の中でま一番ぐらいですね実際放送始まってから跳ねている作品になっておりましてやはり海外のゾンビ人気っていうのは非常に高いんですかねそこにこのかなりね高級なアニメーションですよねそれが合わさったことによってまあ、すごい第一は放送後からね話題を呼んでおりますまあ、そんな作品たちがある中でね今期海外初動評価第一になった作品はこちら 呪術回戦第2期でございます。まあ、当全体的にね、どこを撮ってもとんでもないクオリティに仕上がっておりましてね、もう面白いの一言でね、済ませたような作品なんですけどもね、えー、そんな呪術回戦第2期っていうのが、今期のね、初動海外評価第1位になりました。ということで以上が、2023夏アニメ海外初動評価ベスト10でございました。まあ、現状今期は三強の雰囲気になっておりまして、呪術回戦2期無色転生2期ゾーン百。まあ、この3つがですね、かなり抜きに出ている印象が強いです。ですが、これあくまでもね、海外の初動一話2 はあたりまでの評価になっておりますので、まあ、最終的にねまあ、これが全部放送終わった後どうなるのか非常に気になるところでございますということで以上2023夏アニメ海外初動評価ベスト10でございました皆さんいつもコメント欄にお願いしますそれじゃあまた